砂間和義は、日本のジャーナリスト、政治家。元日本共産党衆議院議員。妻は民見連運動発祥の地とされる、大崎無三者診療所で看護師を務めていた、社会運動家の秋子。静岡県田形郡都井村出身。近所中学校、第一高等学校を経て、1928年、東京帝国大学経済学部を卒業。 一高在学中の1923年9月1日に発生した関東大震災では新人会のメンバーと一高新細胞五段を立ち上げ被災者救援活動を行った。また、定大入学後は新人会へ加入、1927年には無産者新部にへ無給社員として入る。翌年の3.1号事件以後責任者に就くとともに、 日本共産党へ入党する。1929年4.16事件で検挙、懲役12年の刑に処せられ、1943年に刑期満了で出所。獄中では非天候を貫いた。1945年11月15日総監の民衆新聞で出筆として、検筆を振るうも、翌年3月退社。 1949年に行われた総選挙で旧静岡一区に出馬し初当選を果たしたが、1951年9月、連合国軍最高司令官総司令部の命で公職追放の対象者となり、議席を剥奪。1958年には、日本共産党第7回大会で中央委員につき、 1970年に開催された第11回党大会で幹部会委員に選任された。この間、文化大革命最中の北京に1965年より党代表として駐在していたが、宗教との対立劇化により1967年8月には、北京首都空港で、公衛兵や劇団は、グルマ座団員らより、集団暴行を受け、追放処分となる。 1992年12月12日、肺炎のため、埼玉県三里市の病院で死去。89歳。日本共産党、創立89周年記念講演会危機を乗り越えて、新しい日本を、市委員長の記念講演新聞赤旗2011年8月3日付、ハットエビシ a b c d ーフ証言、日本の社会運動、民衆新聞の主筆として、 砂間和義氏に聞く大原社会問題研究所、雑誌ナンバー601、朝日新聞1992年12月13日付。ありがとうございます。